はい、どうもエルザです。それでは2オーツやっていきたいと思います。さあ、今回ラケビの天王山ということで、こちらやっていきたいと思います。さあね、まあこの後の流れだと秀吉がっていうことだよね。早かしを引き連れた秀吉軍が京の近くに現れたらしい。藤吉郎が挙兵したみたい。ああ、そうだよね。明智勢は西国、西国にいた軍勢が急に戻ったと思い込んでるよね。大返しだと噂して、すごい慌てぶりと。まあ、信長の敵を討つならこの混乱は好機じゃない。戦場へ急ぎましょう。そうだね。3日の天下統一っていうところだったかな。いやー、全然さっきというか、一番前と違って、のどかな見た目だね。秀吉軍の勢い止まらず、左翼が崩れました。なんと、あの猿めが。ご詰めを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。利光、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、利光。霊石をどこへやった。さあ、石田利光。そうか、3日のあれは明智の方か。さあ、裏切り者が分かったところで、まあでもこっちとしては藤吉郎だね、相手にするのは。人間技とは思えぬ。あー、ってことはあやかし、あいつもいるか。戦うことになるのかな、もしかして。だよね、さすがに。でめちゃくちゃガンガンいってるけど、意外と強いんだよね。一発で倒せないもんな。この馬に足を取られて、赤鬼97、84、97欲しいね。あー、そんな感じか。いや、二刀か、よく見てなかった。痛い、それは痛い。この辺りで乗れる場所はなさそうか。ほい、弓ゲットして、まずは君始末。あと、いた。先来たか。
それは危ない。相変わらず。よし、危ない。本名字。三角が貨車かな。多分降りてくるね。あら、引っかかってるね。こっち行ったら、敵に沼地を渡らせるな。ここが落ちれば本陣が。痛い、一発が痛い。最後意外とダメージ高いんだよな。さすがと言うべきか。うっそダメージの1回だ。すげえな。いや、もう一個。まあここら辺はスルーしても全然問題なさそうだね。こう抜けた方がいいね。すげえな、イカラグ。足んねえ。思ったよりも射程が。かわいいか、狭いね。ああ。はえな動き、相変わらず。あやかしの軍勢など
下道どもめ。いるね。ああ、ワイラがいるか。で、いつ止まる？あ、止まらない感じ？止まらんね。よし。それならそれで。マジか。シュン。倒した。危ない危ない。ちょんとね。さて。なんだあの化け物。くそくそ。あんなものまで。強いんだよなこいつ。一発がね強いからな。危なかった。邪魔やな。あ、上から落ちるしかないか。あ、でもレベルだいぶ高くなってきたね、ここまで来るとね。ほい、開けて、これで通れると。この辺りは登れない。こっちか。ガードしてくれるとありがたいんだけどな。さて、あーそこいるね。青鬼やっべえ、早いな。ちょっと、あー強いけど場所が悪かったね。やばいやばいやばい。なんだお前。
やばい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 、強さやべえぞ。でもう一回登ると、いやあれはやられるわ。援軍はなんで来ないのだ。どいつもこいつも日和美か。94、まあやられるだろうな。80、こうだね。はい、帰れ。滑って落ちていくと。いやー、まあショートカットを作ってるからダッシュで抜けれるなーっていう気はするけどね。ちょっとポイントも美味しい感じだしなー。とりあえず、あ、いいね。上がるんだけどね、ちょっと重さがきついんだよね。70ギリか。ほう、あ、ちょっと重いね。あ、しかも常闇と。やば。おー、早速。よし、これで OK。 こっちめっちゃ音がするな。鬼感じか。復活する感じか。あー、てか重いな体。一発。重いね。で先ほどと一緒か。須玉ちゃんがそこにいる。やったねー。痛い。あ、そうなっちゃう。危ない、いいな。倒したところでなんだよね。やっぱそうなるね。いや、これ後で行くか。
ついね。こっちをおびき出して、違う方来たね。なぜかさっきから2発入るってね。まだ余ってるね。高えなライフ。痛い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 、それが痛い。そんなもんか。ああ、壊せばって感じだったね。93、94。ちょっと。できた。重いね。強靭があるからその分って感じはしたけど。防具。まあそんなないか。カムイ。さあ、須田まちゃんに。あれ、須田まちゃんどこだったっけ。上か。いや、ここ鉄こ、鉄こずるよっ。やっぱいたか。まだいたか。痛い痛い痛い。場所が悪い。変に突っ込んでなくてよかったな。いやー、濡れ女いつまで経っても強えな。一体一体がボスレベルだよね、ここまで来るとね。いたいた。ねー、カムイ。あ、あ、違う違う違う。ジロー立ちでカムイゲットで、落として、先に鎧も確認しときますか。ちょっと多くて見づらくなってきたね。はい、どうぞ。
何がくれるかな。おお、まさかの銃、しかも構え大砲か。これ使ってみるか。境は残しておいて、やばそうやな重みがね、一発強いんだろうね。で大砲と。じゃあ先進みましょう。そろそろ社出てくんじゃないかなと思ってるんだけどね、勝手に。あ、いたいた。さあね、できるだけ戦略は使い切らずっていうか進めていかんとね。なかなか戦薬の消費が激しくなってきてるから。さあ物は試しだ。8000えぐ。やめろ、他を晴らされたら俺たちは。あ、そうだね、生きてけないわな。おお、いた。ねえ、ぐるって回ってって感じがするね。さっきに、25%、まあ戦略はそのうちどうにかなると思うから。29、2レベくらい上がるかな。あー、5上げたいねー。ちょっと少しでも装備が、まあ多分ね、そんなに気にしなくていいんだろうけど。それは物資として気づかん。おお、火がついてるね。嫌な予感がする。そっちか。いって、おっぷな。それは痛い、それは痛い、それは痛い。そうか、意外とここめんどくさい感じなんだね。ほい、引きつけて。あー、この属性ついてるのいいね。これはいいわ。君始末ね。あー、結構武士いるね。ほい、やっぱ降りてこないか。
掘りすぎると後々怖いんでね。あ、落ちた。そんな熱心に追っかけて。はこの先にいるけどな。よし、眩しいね。日の向き的に辛いね。2人乱戦やって、一気に来たな。そうそう、できるだけね、できるだけ使いたくないんで、これはさすがに進まんとね。うさ三つ、外してしまった。こっち85なんだ。ああ、なるほど。これ外し。よし、行こう。まあ、一気に来たんだろうね。さっきみたいな感じね。見づらいな。おい、あやかしと人と、ひるんでるんだったら後ろもいる。ふう、どっから来るかほんとわかんないね、ここはね。落ちる落ちる。そこら辺は取らせてもらおうかな。で、いたねー。その距離 10? 何回10出すんや。いいの?もうそのまま終わりよ。上かな。うん、そんな感じだね。さあ、これで先に開けとけば楽ちん。なんか物騒な感じやね。
なんかいたね。光秀が霊石を、よほど追い詰められたか。あということはこっちもいるよね、さすがにね。で、1500。意外と来ない。来ないね。意外と来ないね。あんまりこれ奥行きたくないね。あれ壊さないといけないけど、買うしかないけど。やっべさて、内部に入ったわ。いいわ、属性をつけるって感じか。あら、顔面に、おお、意外と当たりそうで当たんないんだね。さあ、これこれ、なるほど、落ちたー。お、根元から立つって感じか。たまたま落ちたけど、まあラッキーだったね。ラッキーなのかちょっと怪しいね。ラッキーではないな。はあ、陰陽師さん、それは許せる。救急に乗り連れよ。てめえ、あやかし使ってきたな。いけ。切り方お、これ取るとすまんな。
て、これ外して、おい、まあ出るとは限らんか。さあ何が出る？腰重い。でもいい。いや確実に迷ったの。ああでもこっち来るのか。はいはいはい。あら、じゃあ降りてた方が何かと良かったんだね。黒きつね麺、ほう。ね、ここで降りてきてっていうルートか。このルートで行くと開かない、反対側だね。あー結構落ちて正解な感じか。これはある意味は当たり引いた感じだね。2箇所侵入できる。で裏開ける。あーこれでかいね。ん？違う、これはルートは進んだな。攻撃されてる気はするが、どこから？あそこか。あそこもか。雪月花やっぱそれなりにコンボは強いね。いない？あいた。いて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 。おい。さて。何を探ってたんだい？めちゃくちゃ撃ってくるね。痛い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 。でそこも開けようか。進んでんのか戻ってんのか。あー進んだね。
ここにいたのか。はいはい、結構どこそこで来るね。微妙な長寿合わせが難しいんだよねえ。いて、何が当たった、上か。そうなんだよね、ここ落ちていったからな。あーで、こっち側出ると、はいはいはい、あーで右に乗れるわけか。だいぶ軽装なんだ。そう、青鬼は身軽か。あれはあれで結構辛いな。さあ開けて、当たってねー。はい、避けるか。もったいねえことしたなー。さあ、お玉ちゃんゲットしたら降りますか。回復してたしねー、あんまり。あ、そんな感じ。横か、よし、あー、ただ砲台みたいな感じだから。強いけどっていう感じか。ほい、よし、オッケー。そこは上がれる。こういうことだね。あー、裏通って倒すことはできたんだね。なるほどね。さあ進みますか。で、なんかさらに下降りれたんだよね。あれなんだろう。回っ、あー、下から攻めてこれれたっていうだけか。いや、一番しんどいのいるじゃん。それはやられるよ、場所悪いもん。もう90台か、100台そろそろ出てきてもいいんじゃねって思ったりしてるんだけど。2発、あー
ー、しかもちょっときつめなところとしてしまった。とりあえずやばい、それはやばい。道理で強いわけじゃん。やばい、ちょっと低く、やばい。はあ、硬すぎるわ。これ強いね。お前らどっから出てきた。忍びさん、待て、鬼一匹じゃなかったのか、ついてたの。ってことは山賊性いるってこと。ここあれも青くなるのか。へえ、面白いね。滑車ちょっと積極的に使ってくれるか。倒して奥にいるってわけやね。ちなみに、あ、ちょっとは削れるけどって感じか。きついね。ちょっと待って、ちょっと後ろがきついよ。さて、嘘だろ。あー、でも強靭だからああいうこともできんのか。すげー。
て、抜けるか。その距離で撃ってくるよね、やっぱね。さあ、だいぶ落ち着いたかな、中央は。やっぱ落ちるね。さ、スタミナ回復して、ういっ、声はしたが、あ、また落ちてもた。霊石ね。温泉。まことに殿の指示なのか。はあ。24万、めっちゃたまったね。さあ、これで開けて。ああ、短縮ルートね。でこれも開けれると。いや、ルートごちゃごちゃしてんな。さすが城という感じだけど、上上がるとどこ出る。ああ、ここね。じゃあ一回オガボン。さあ、どっちから来る？だいぶ下はごちゃごちゃしてんね。あら？これは？あー、繋がってたのか。でも開いていけるわけじゃないからっていう感じね。ようできてんな。じゃあこれ登って、もうさすがにないだろうね。そう願いたい。11万、あ、いいか。あー、ボス戦っぽいね。じゃあせっかくだし拝んで装備整理して、挑みますか。さあ、ボスは誰だろうね。多いうちね。それを使う時が来るのだろうかっていう気もしなくはないんだけど、
そういえばスパ抜きは、ああ強化することはできないのか。スッパな、ああまさしくスッパ、へえ、これ面白いね。こだわりを変化できるのか、それ面白いな。いろいろあんだね。さあ16万、これでレベル1上げて、ああ5を上げないとやっぱ無理だよね。軽くしたいんだけどね。スッと横抜けて、いざ勝負。さあ今回の場所、ああこいつか、いや違うか。いや、アシュラ、はやばそう。クロ、お逃げくだされ。やばそうやな、これいけるか。やばいやばいやばい。おい、発射。なんか飛んできたね。うわ、そういうのはやめてくれ。弓か。妖怪やもんな。見て見て。あっくな。やばそう。いや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 、やばいってレベルじゃなかったな。いけるし、ね、一番大変なのはその必殺技的なのしてこないところだね。
ばいや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 ばい、発射、ちょっと削ってくれ、やばいやばいやばい、あー両方動き出したね、これは逃げよう逃げよう、見ないといけない情報が多すぎるな、やば、あれは近づいてドーンだね、やっぱ移動速度落ちるか、痛い痛い痛い、削れ削れ、よし削った、発射強え、マジか、よし久しぶりの一発クリアですね、久しぶりやな一発クリア、全く何言ってるかわかんないけど、いや強かったぞお前、ギリギリじゃねえか、おいミッションクリア、いつもながら見事だな、さあ光秀を倒しに行くぞ、あどうした、なんだよその顔、お前汚い真似を、光秀様を頼む、おい本当に行くのか、我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう、すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない、
信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる一かけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ、一緒に。さあ、分霊、全部ゲットしたね。いやー、そっか。まあまあ、でも、藤吉郎とはここで、一旦、仲違いする感じになるのか。まあ、ついてきてくれると思ってたんだろうけどね。さあ、天王山クリアです。姉川でも、共に戦った。さあ、徳川家康殿は亡き信長様の盟友と。そうだね。威発が手に入るはなんかちょっと違う気がするけど、その紙じゃないよね。それはそれで面白いなと思うけど。さあ、両面はどういう感じ。ぐる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 回る系多いな。三角四角×か。まあでも容量いっぱいだからね、こんなもんだろうね。冥王山が開放と守護霊を3つ付着と。これで次だね、次編に進むとなりますんで、今回ここまでです。まあ次回はそうだね、だいぶ中盤戦終わりぐらいになるのかな、そろそろね。まあでもちょっと楽しみにしながらやっていきたいと思います。まあでも、いや、一回でボス倒せるとめちゃくちゃ気持ちいいね、このゲームね。マジで倒せると気持ちいいわ、一発目攻略はね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。